はい、今回からですね、ファイアーエンブレム無双風化雪月やっていきたいと思います。いや、もうこのゲームが出るのをね、ほんと楽しみにしていたので、ちょっとやっていきましょう。最初から始める。なるほどね。私は無双は戦国無双を結構やっていたので、ハードは厳しいにしてもイージーじゃなくて全然いいかなと。ああ、そっか。ファイアエブレムだもんね。あ、もう無理無理。カジュアルです。もう常にカジュアル。じっくり考えるプレイスタイル。サクサク進めたい。サクサクかな？ミッション発生で停止って普通の無双しないよね。こっちかな。はい。この戦いに終わりはあるのでしょうか。どうせこの辺で寝てんだろ。さっさと姿を見せろって。おい。すごい。風化雪月やってないとあれですね。結構ネタバレというか。おい。誰？いたな。こっちに来いって。今作主人公ね。私まだこのストーリーがさ、どういうストーリーなのって思ってるんだけど。なんか2年後なんだよね。どうしよう。やっぱ女主人公で行きましょう、私は。はい。やっぱ今までもね、女主人公、そして名前は男というわけのわからない。まあ、眠そうな顔しやがって。眠いです。これ、ウィンドウ。はい、悪い。そっか、がっつり主人公喋るんだ。その記憶喪失にでもなったみてえな面は、自分の名前を言ってみろ。シズっていうのがデフォルトネームなんだね。私はむちゃくちゃですけど、もう自分の名前にします。そうだ、頭は大丈夫みてえだね。でもいい加減にしてよ。言い草ね。戦いが始まるまで寝てるって言ったでしょ。もう始まりそうだからわざわざ起こしに来てやったんだぞ。相手はあのジェラルト傭兵団だって話だ。本当なら今までにね、強敵になる。特に最近名を挙げてる灰色の悪魔って異名の男が、いや女だったか。まったく、
あなたの情報はいっつも穴だらけね。名前も覚えてないんでしょう。いや覚えてるぞ。確か、いやこれは女でいきましょう。私も常に女性で言ってたんでね。え、なんか嫌なんだけど戦いたくないな。これどうする？これユータにするとわけわかんないよ。ユータ、イエスユータになっちゃうからね。ベレスで行こうか。デフォルトネームで行きましょう、こっちはね。はい。そう、それだ。どんな相手だろうと勝つ。それが私たち傭兵の仕事よ。団長の受け売りか？まあ、金もらってる以上、やるしかねえんだけどよ。言うようになったな、お前。山ん中で出会った頃が懐かしいぜ。団長なんかビジュアルと声が合ってないんじゃない？いや、相手によっちゃただ勝つってわけにはいかねえ。ジェラルト傭兵団といや、受けた仕事は完璧にやるって評判の凄腕連中だ。そいつらを倒せばレスター一の傭兵団になるって俺たちの夢も目の前に。団長、動きがありました。聞いたか、野戦になるぜ。どうしうちに気をつけろよ。勇ましいわね、団長。みてえだ。俺たちも配置につくぞ。嫌な予感がする。あ、いえ、なんでもない。どうした？まあいい、お互い気をつけよう。いや、嫌な予感でしょうよ、だって。ねえ。そっか。さあ、行くわ。おお、いきなりいいね。無双だ、無双だ。わーい。わーいって。オフやオートの場合、死なない好みが表示されます。なるほど。よし、まあ、無双自体はね、ほんとやってきてるんで、多分大丈夫。あんたたち敵？勝負よ。HP 出てないから何こいつら。だったら、はい、こっちもいろいろやってもいいわね。こうね、うん、兵士は剣士なんで、ちょっと兵士変えたいですね。攻めて攻めて攻めまくれ。なるほどね。ちょっとね、コントローラーカチャカチャうるさいかもしれない。ごめんなさい。よし、ここは問題ないわね。まるで強さを感じねえな。お前もそこの連中を一掃しまえ。はいはい。ロックオンできます。ロックオンとかあるんだ、これね。あ、便利機能。はい、R でパレット1が表示されます。へえ。あ、すごいすごい。はいはい。回復したいわね。俺たちがこっちの砦を落とす。回復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 。さっさと終わらせて、みんなでお酒を浴びたいですね。浴びたいですね。回復。ちゃんと耐久度あるんだね、武器に。ドーン。楽しい。でもさ、この後ジェラルトたち出てくると思うと、なんか笑顔ではやれないわね。痛い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 。制圧が完了したぞ。痛いよ。団長たちはかなり前に出ちゃったわね。大丈夫かしら。おお。例の灰色の悪魔いねえのか。強さがどんだけか知らねえけどよ。そんな怖いこと聞かない。これ何？
うわ、出現だって、怖。これ何なの？一気に押し返せ。気にせず進む？来たな。いよいよ本番だ。いや、怖い怖い。見せてやりな。本体を撃破せよ。その風貌、お前が灰色の悪魔か。お手が鳴るね。灰色の悪魔が来たの？団長の腕で遅れを取るとは思わないけど、こんな簡単に。嘘でしょ。何、死んだの？リザリ死亡だって。そんなあったりだ。知らん子やけれども、悲しいわね。なんか名前のある子が死ぬとね。何、無双ゲージが最後まで溜まると A で無双ゲージが溜まります。この辺無双と同じですね。派手ですね。バカな俺たちも。何、団長死ぬの？団長、団長死んじゃった。ベルラン団長が、おい、どうなってんだ。いたわ。邪魔をするな。まだ強い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 。このまま尻尾巻いて逃げ出せないわ。団長の仇取ってあげる。待って、怖い怖い怖い。仇を出ってすごいダメージ食らって、私今出れねえし。なんて威圧感なの。これが灰色の悪魔。ちょっと、せめてお前は逃げ。死ぬ、あ、死んだ。あ、死なない。警察まで。どうしてこんなこと。なるほどね、よかった。循環を君で途切れさせてはならない。わかんないんだけど、どういう状況なの？ほんとね、何って感じだよね、わかる。お、すごいすごいすごい、くるくる回ってる。けど、あなたを倒せるならそれでいいわ。でも倒せなくない？あ、いたいた。あ、あなたたちを倒せばいいのね。二十歳ぐらいならちょろいわよ。ほい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 。なんかこれ、いや、ほんと、手強くなったね。手強くなったね。あ、出てきちゃって、またどこ？あ、いた、怖い。え、それ何？天帝の剣？いつまで遊んでる。目的は達した。さっさと引くぞ。痛いんですけど。悪いけど戦いはここまでだね。すごい、こんなにペラペラ喋ってるの、すごい。なんか、待って、なぜ？こちらは目的を果たした。つまり
君たちの仕事は失敗だね。縁があればまた。まだ終わって、力が入らない。はてなはてな。ここはようやくお目覚めか。安心したよ。君に死なれては寝覚めが悪いからね。誰なの？誰？僕が誰か？それは難しい質問だね。ひとまずラルバとでも呼んでくれ。ラルバ。それでだ。端的に伝えよう。君は死にかけている。正確には僕が君の命をつなぎ止めている。おかげで僕は正直クタクタだよ。ありがとう。よろしい。感謝の言葉をかけられるのは初めてだが、なかなか気持ちがいいな。君はこの世界の循環における重大な、いや、寝起きの君には難解すぎるか。今の君に必要なのは過程じゃなく、再び立ち上がるという結果だったね。どういう意味よくわかんないね。立ち上がるって？今はこうして立ってるけど。それはそうなんだが、あくまでも現実での話だ。君なかなか楽しい人間だな。そういうの僕は嫌いじゃないよ。とにかく君にとって大切なのは目覚めた後に何をするかだ。何をするか。ほら、君はあの傭兵に敗れて危うく命を落とすところだったろ。同じように戦えば同じように命を落とすだけだ。君が失敗するたび僕が処理して回るなんて面倒この上ないよ。非生産的だしね。まあね。強くなるわ。今の自分を子供扱いできるくらいにね。そうしていつか超えてみせる。いつかね。どの道全部やり直しじゃない。団長も仲間も大勢死んで、この傭兵団はおしまいよね。なんだ、随分と白状じゃないか。世話になった相手だよね。白状なのかもしれないわ。金で結ばれた関係だし、傭兵に死はつきものよね。そうよ。それにみんなモブ顔だったもん。両親もなく育ての母も失った私はそうやって生き延びてきたのよ。あの人たちへの手向けって意味なら、まずは修行し直して腕を上げて、いつかジェラルト傭兵団を、灰色の悪魔を倒すわ。それが私の生き方、私の夢よ。いいね、その負けん気。さすがは僕の運命共同体だ。運命共同。おっと、そう呼ぶには早かったか。心の距離は少しずつ縮まるものらしいしね。君にしるべを与えよう。強くなるんだ、君の願いを叶えるために。この人何なの？いまいちちょっと私信用してないんだけど。序章。あ、偶然の出会い。あ、ちゃんとここあれなんだ。あ、素敵。遥か太古よりありし地フォドラ、天上より女神の見守ると言われるその大地は三つの勢力によって統治されていた。千年以上の歴史を持ち、フォドラの南半分を支配するアドラステア帝国。その帝国の北側、寒冷な大地を王と騎士たちが治めるファーガス神聖王国、そして大陸の東側で王をいただかず有力貴族による共同体をなすレスター諸侯同盟領。かつては戦乱の嵐が吹き荒れた大地も、今は三勢力の均衡により平穏が保たれていた。三勢力の中心にはフォドラであまねく信仰される
セイロス聖教会の総本山ガルグマク大修道院がありフォドラの平穏の維持に一役買っていたのである。ガルグマク大修道院のほど近く帝国領北部にある小さな村ルミール、その西方に広がる森の中に一人の傭兵の姿があった。その名はを覚ますんだ。半年。君は何度呼べば起きるんだい？何？誰かに呼ばれた気がしたけど、まだ暗いわね。呼んだよ。もう何度も呼んだ。突然話しかけるのはやめてって言ったわよね。そう言われてもね、君、僕の突然の導きがなかったら何度死んでいたと思う？合計で22回だ。それはちょっと死にすぎじゃない？修練と称して崖から飛び降りたのが3回、魔物の群れに一人で突っ込んだのが5回。今日だって僕の導きに従わず道を間違えたせいでこうして森の中で寝る羽目に。ちょっとそれに関してちょっとヨタちゃんダメよそれは。おっと、無視かい？それとも痛いところをついてしまったかな。まあ誰にでも失敗はあるという。君はその回数が人並みではないだけ。話がそれたが、そろそろ君を起こした理由を説明していいかな。と言っても説明するまでもなく、もうそこに現れてしまったが。現れてしまった？おいクロード、闇雲に進むのはよせ。方角を見失って道に迷うだけだぞ。心配すんなって。公女様の話じゃこっちに村があるんだろ。こんな山あいの村の正確な場所を知っているはずもないでしょ。しかも真夜中の移動で自分たちのいる位置さえ怪しいわ。じゃああとは俺の勘頼みってことだな。任せてくれ、勘には自信が。待て、二人とも人がいる。賊の仲間か。やけに色とりどりで賑やかな客だね。しかも君、賊に間違えられているよ。ちょっと待って、賊って何の話？私はただの傭兵よ。ほっほう、傭兵ね。傭兵が一人こんな森の中で何を？賊よりも不審じゃないかしら。まあね。おい、今は問答をしている場合じゃない。追っ手の足音が近いぞ。だから待ってって。追って？一体何者なの？護衛の依頼なら受けるわよ。一人だけど傭兵だしね。クロードくん。もうクロードくん、それなら悪いが。あ、行っちゃった。クロードくん、盗賊団に追いかけられていてな。分かった、任せて。クロードくんをいじめるやつは倒す。ここを切り抜けられたら。報酬くれ、報酬。ロロロ、まだだ。あ、フリューゲルになりました。へえ。イルタス。あ、なるほどね。そういうの後から忘れるんだろうけどな、私。おれ。よし、ちょろいわね。クロードくん、こんにちは。誰今なんか攻撃してきたでしょ。ああしょうもないやつだ。あいつらだ、絶対に逃がすんじゃねえ。そっか、これあれだもんね。だって前作のユータちゃんに合わなかったというシナリオだもんね。あいつらに稼げ。ちょっとこれ邪魔なんだけど、消していい？エルタス、エルタス、エル、間違えた。これ消せないの？当分は映ってる感じなのかな。まあいいけどね、別に。不利な相手と交戦中？はあ、相性アイコンが表示されます。まああったよね。これで、ちょっと。頑張って。
わ、操作キャラ変わったよ。やった。おいおい。お、すごいすごい。え、ちょっと待って、他のメンバーも使いたい。じゃあほら、ファイアエンブレムのその風化雪月の目、何本編というか、あっちでエーデルガルトだけクリアしてないからそうだからメンズ2人が使いたいな。あ、これも不利じゃん。あ、なるほどね。待ちわびたぞ。あ、すごいすごい。単純な力比べならば誰にも負ける気がしないな。気がしないな。ルシカ、一度傷を癒した方がいい。R たす B で傷薬をしよう。へえ。相手がかわいそうになるわね、リミタリ。強い強い強いわ。心は痛む。俺も死ねないのでな。何者だろう。どうやら彼らは皆紋章を持っているみたいだね。ガキ相手に何やってやがる。慎重かつ大胆に待ち構えろ。いや、ガキ相手に負けんなよ。なんでみんないて、あ、こっち違った、こっちだった信じらんないよね。ごめんなさい、ほんと強いな。てかディミトリ使いやすい。よきよき。なら次は俺の番。やった、クロード君の番ですよ。いた。任せなさい。少し私弓とか好きなんだよね、やっぱ向こうにおいて。俺は戦術はとにかく戦闘は得意じゃないんだがな。おしゃれおしゃれおしゃれ好き、クロードくん好きおっと、運よく矢が当たったみたいだ。中央の回廊は族が固めているようだな。何、中央行かないの。森の砦を抑えながら進むのが得策。森の砦、相手を見て得意な奴が前に出た方が良さそうだな。みんな頼んだぜ。えい。戦闘中に、行動指示を行います。なるほどね。斧に対、斧と剣か。だからでは手はず通りに動こう。とりあえずここ行って最善を尽くすとしよう。予定通り行くわよ。あとはこっちでいいや。ダメ？エデルガルト。じゃあ、いや暇かなと思って行ってって言ったんだけど、ちょっとこれ拾うとかできない？あ、こっちまで行けるの？全然見てなかったわ、ごめんなさい。この手を試してみるか。よし、やってみますかね。私の出番？はい、頑張ります。あ、こういうところはファイアエンブレムっぽいです。ディミトリ HP 大丈夫そう？不安です私。ここはなんとか抑えたな。強くね、クロード君。足場だわ。終わったわ。この分なら次も苦戦はしないだろう。ちょろい。キャラ変えよう。待ちわびたぞ。見ていなさい。はいはいはい。ここは有効に活用させてもらう。余裕だわ。
まあ、チュートリアルだからね、まだね。いや、何何何、なんだこの野郎。あ、盗賊来た。本当だよ。盗賊団じゃなくて軍だな。アキハギだわって言ってやりたい。アロイス。ただいま参った。生徒を脅かす盗賊ども、覚悟せえ。武器ボロボロすぎない？もっといい武器持ってきなさいよ。ここで騎士団に来てくれるとはな。この戦い、勝ちが見えてきたようだ。セイロス騎士団だぞ。せめて一人はやっておかねえとまずい。一人も無理よ。危ない危ない。敵が破れかぶれで突撃してきたぞ。みんな気をつけろ。処理条件変更。無双っぽい。どこどこどこにいるの。なるほど、一斉攻撃を仕掛けましょう。なんでここにいるの、あんたたち。え謎じゃない。だって指示できないわ。あれか、なんでそこにいんの。びっくりするんだけど。よし、やってた。みんなわけわかんないとこにいすぎ。これ何？みんな足が速い。すぐ来るやん。さあ、しょうもないおじさん。痛い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 。ワールドのせいで覚醒できます。気合が入っちまったな。人暴れ見せてやるか。ここはやっとくか。おお、危ない。おい、俺たちにも死ねない理由が悪いな。情けはかけない。 おしゃれ。ちょっと待って、これ他のも見たい。調子が出てきたな。ミトリー家、あ、倒しちゃった。あんな仕事受けなきゃよかった。弱いわね。とりあえず任務成功かしら。手差しとこ。ブーン。やった。 SABCD D まであるんだ。なるほどね。全部 S 取らないと報酬がもらえないっていうのは痛いわね。もっと上を目指すわ。最初だからかしら、すごい上がったわね。はい、まだまだこの程度じゃ満足できないわ。いや、これは楽しい。うん、みんなを操作したい。早く。別にヨタちゃんが悪いってわけじゃないんだけどね。名手の着手。ええ、本当に助かったわ。改めて名乗らせてもらう。私はアドラステア帝国の皇女、エーデルガルト・フォン・フレスベルグよ。ファーガス神聖王国の王子、ディミトリ・アレクサンドル・ブレーダットだ。大好きです。それで俺がクロード・フォン・リーガン、レスター諸侯同盟領の名手の孫さ。大好きです。一時はどうなることかと思ったが、
お前のおかげで盗賊を返り討ちにできた。ああ、お前みたいな奴と逃げる途中で会えたのは行幸というほかないね。謙遜、喜ぶ。それもあなたたちと共に戦ったからでしょ。相性がいいのかもね、私たち。そうかもしれないわね。あなたには不思議な縁を感じるもの。実に三者三様だね。なぜこんな三人が賊に追われていたのかは気にかかるが、君には目的があったはずだろ。速やかに報酬を受け取り退去すべきだ。彼らついてこいと言い出しかねないぞ。あ、そうだったわ。三人ともちょっといい？実は私この辺りにあるルミールって村に行きたくて道に迷ってたの。ジェラルト傭兵団がいるって噂を聞いてね。凄腕の人たちよ。ルミール村ねえ、もしかして俺たちが目指してた村のことじゃないか。どうだエーデルガルト、残念ながら傭兵団の噂は知らないが。そうね、確かにそんな名前だった気がするわ。あくまで噂なの。なかなか居場所を明かさない傭兵団でね。村の場所は夜が明けないとつかめないわね。野営地に戻ればもっと正確な位置も。おーい酋長たち、それに恩人の傭兵殿。ちょっと暑苦しいのが来たわね。この辺りの後始末は済んだことだし、そろそろ野営地に戻るぞ。それと貴殿もぜひ一緒に来てもらいたい。私も？そりゃいい。野営地で明るくなるのを待ってから村に向かうってのでどうだ。この場じゃ報酬を払おうにもろくに持ち合わせがないしな。村に尋ね人がいるという話だったが、確かジェラルト傭兵団だったか。今は村に滞在しているとしても、いつ次の仕事に立ってしまうかわからない。一度野営地で周囲の地理を確認した方がかえって早くたどり着けるんじゃないか。どうかしら。ひとまずは一緒に来ない。私としてはあなたと話す機会が増える方が嬉しいけれど、無理強いはしないわ。他に選択肢はなさそうだね。やれやれ目的が遠のきそうだ。わかったわ。少しの間だけどお邪魔するわね。よかった。野営地に着いたら少しだけ時間をもらえる？大した話ではないけれど、あなたに伝えておきたいこともあって。何伝えておきたいこと、うん、では皆で行くとするか。そういえばさっき貴殿らはジェラルトと口にしていなかったか。ええ、知る人ぞ知る凄腕の傭兵団、その団長よ。あなたも知ってるの？凄腕の団長、怪しい、実に怪しい。すごく心当たりがあるのだ。私も会いに行きたいのだが、まずは騎士としての任を全うしなければならん。そう、真っ当なセイロス騎士として課せられた任を全うして。ん？伝わらなかったか？今のは真っ当と真っ当だな。大丈夫です。さすがはアロイスさんだ。さてさっさと出発しようぜ。変な声出た。みんなおる。ちょっと待ってよ、あんた誰よ、あんた誰。ねえ、あ、そううるさいな。切り刻むよ。はい、ということでですね、今回一旦この辺で終わりまして、ちょっと次回ね、あーみんないる、みんなちょっと喋るところからやっていきたいと思います。楽しいですね。はい、ということでこれで終わりたいと思います。バイバイ。